フォーナインズ銀座並木通りサロン999.9のチタンフレームとセルフレームハーフリムレスフレーム内側のフレームでレンズを支持し外側のフレームはレンズとは接していないフォーナインズは東京都世田谷区でメガネフレームの企画、卸売、小売を行う企業またはブランドである1995年から1996年にかけ 三部鉄浦創業者4人によって設立された、日本を代表するメガネブランドとする記事も見られる。本記事では創業後に代表取締役となった三亀についても言及する。999.9という名前は、純金の品質表示に使われる数字をそのまま社名に転用したもので、メガネの品質と機能を極限まで追求していく意気込みが込められている。 掛け心地の良さが特徴とされ、日本人に多い幅の広い頭の形状を考慮されて、設計される。20から30代を中心に人気を集める。卸売りのみではなく関東を中心に12店舗の直営店舗も経営する。2017年現在。2011年の使用価格帯は2万6000から5万円。2011年現在。従業員数150名。 売上高34億円。女性向けモデルの定番男性向けモデルの定番レンズと耳を連結する部分を鶴と呼ぶが、この鶴の部分は多くのメガネでは直線形状のものが採用されていた。直線形状の鶴は幅の狭い欧米人の頭には合うものの幅広の丸い日本人には合わずメガネ店で店員が鶴を曲げて、 客の頭に合わせるという作業をして販売されていた。この不合理を疑問視するメガネ店らが集まって1995年に製品発表し、1996年にフォーナインズを創業した。曲線上の鶴を採用した当初は格好が悪いと不評だったが快適な装着感が評価されて男性客を中心に人気が高まった。1999年頃には、 レンズ株をナイロン糸で釣り前枠のフレーム下半分をなくしたハーフリムレス形状が人気を博して主力商品となった。金属部分には軽量化のためにチタンを採用した。約10年ごとに起こるメガネブームのたびに女性ユーザーも増加し女性向けの製品も増やした。鶴に加えてフレーム全体に弾力性を持たせた製品やセルフレームの花がけに 金属パーツを使った製品なども開発した。デザインが優先されるサングラスには参入していなかったが、2011年に同社初となるサングラスシリーズフォーナインズフィールさんを販売した。カーボン素材で367,500円のサングラスなどの限定商品も開発した。フレームの前枠とるを接続する。 定番と呼ばれる部品に唐草をイメージした S 字型の部品を採用して米紙への圧力を分散させ、同時に女性向きの優美な雰囲気を強調した製品があり、装着感を考慮した工夫は脱着時に力を分散させてフレーム全体の変形を防ぎ、顔に適合する適切な弾力を保つ機能的なデザインとされる。試作品は、 製品と同じ素材で作らなければ意味がないとして、モックアップは作成せずに試作品のために金型を製作している。引っ張る、ねじる、踏むなどの負荷を試作品に加えて、改良点を得るごとに金型を製作しており、開発費は他社の5から10倍を要している。フォーナインズ渋谷などの直営店では、複数のレンズを組み合わせて行う一般的な、検眼ではなく、 用意した3000枚の見学レンズの中から顧客に合ったレンズを選択する自社開発の方式をとっている。小売店にへ、卸値引きは実施せず、販売数量が多い店舗や、卸値引きが監修の百貨店でも卸値を同一に設定し、これにより高い価格で購入した客が廉価販売で失望することを防ぎ、ブランド力を維持している。全ての取引先に対して全品買い取り、 返品交換なし、採事やセールも行わないことを基本方針としている。地方での販売は直営店を展開しても、接客の品質がコントロールできない可能性があるため、卸売と小売店の方針に任せている。過去の製品原型は保存されており、在庫が不定しても金型を製作して、部品を再生産して10年前の製品でも修理に対応している。 三部哲夫は名古屋出身のメガネデザイナー、メガネ職人、経営者である。1958年に高校教師を務める父親の三男として生まれる。高校はスポーツ推薦で入学したために受験経験がなく、勉強が苦手で、歯科技講師を目指したが、大学受験に失敗する。メガネに特別な興味はなかったが他校には合格できず。 手に職をつけることを勧める父親に従って、創立間もないメガネ製作の専門学校に進学した。進学先は4年生で、メガネ店の実務と経営のほかに解剖学や生理学、薬理学などを学んだ。兄弟は、長男はトヨタに勤め、次男は美術大学へ進学するなど、全員ものづくりの分野へ進んだ。三亀は、メガネの専門学校を卒業後、 埼玉県熊谷市にある老舗メガネの小売店で仕事を始めるが8ヶ月で退社した。その後東京の老舗メガネ店でアルバイトを始め後に正社員となるがここも正域な性格が問題となり解雇される。当時はメガネの掛け心地を考慮して設計するデザイナーはほとんどおらず、メガネの掛け心地を作るのはメガネの形状を客の頭の形状に合わせて調節する。 メガネ店の店員の仕事と考えられていた。しかし店員が形状を調整してもすぐに形が崩れてしまい、早ければ一週間で痛いところが出たり、ずり落ちるようになる製品も多かった。開発担当として、某眼鏡店に入社、その後、福井の生産工場で、ブランド OEM の企画開発営業もするが、結局長くは続かなかった。三カは、メガネのつるに、 弾力性を持たせることを試みた。そのために鶴を細くしたが、そのことは同時に鶴が折れてしまうリスクを持っていた。折れないギリギリの強度を求めて0 0 5ト、mm、ルの精度にこだわり、1985年までに3回の解雇を経験する。当時のメガネ製造の環境はデザイナーより製造現場の職人の方が権限が強く、どうでもいいじゃないかと考える職人と衝突して、 解雇された。外国製のメガネをコピーしたような製品が日本人が合うはずがない。掛け心地を重視してメガネのデザインを行えば売れる商品ができると思うようになる。1983年に25歳でメガネ職人へ弟子入りしメガネデザイナーになるためにフレーム製作技術を学び始めた。平日昼間はメガネ店でアルバイトをして夜間は メガネ図面を描いて職人の下へ通いフレームを作り休日は販売店へ行商するも全く儲からず一時期はメガネ業界を抜けることを考えたが知人らに引き止められた1991年33歳で三日目は独立してフリーのデザイナーとなりデザインオフィス4ンズラボラトリーを設立する様々なブランドにデザインを提案するが 採用に至ることは少なかった。徹夜でデザインしても収入が得られない状態が続いた。自分が理想とするメガネを作るためには、独自ブランドを立ち上げるしかないと悟り、1995年にデザイナーの個人ブランド、ホーナインズを作った。ダメだったら、道路工事現場で、肉体労働すればいいという思いだった。最初の製品として、プラスチックフレーム E-01 と、 E-02 の2種をそれぞれ2万円で販売した。メガネの果汁を分散させるために極端な肉厚さと曲線をつけたフレームのプレス作業は試行錯誤の連続で福井県鯖江市の生産工場でも製造できないと断られた。鯖江で数少ない理解者の一人であった関メガネ製作所が製造を引き受けた。当初、インズのメガネの販売を引き受けてくれたのは 全国に7店舗だけであった。1995年当時日本産フレームはに、流品扱いだったが、そんな国産の、新山社の三亀のメガネフレームは徐々に支持者を増やしていった。1996年、37歳の時に、三亀の取り組みに賛同したメガネ小売り経験者ら3人、飯村、桜井、向川が集まり有限会社フォーナインズを設立し、三部が、 代表取締役に就任した。1998年に銀座三丁目のビル2階に最初の直営店となる銀座店を開設したが、当時は全く注目されず、マスコミの取材もなく、花屋と間違えて入ってくる客がいるほどであった。出店するメガネ展示会で高セールスを連発するようになりフォーラインズは急成長する。 2002年には直営店の床面積を92平米から224平米に増床して2フロア構成とした。2003年には新宿伊勢丹面図鑑のに初の百貨店内店舗を開設。2007年には取扱いが200社450店舗に増えた。三日目は品質が良ければ自然に客は増えるものであり、メガネ屋に頭を下げたところで、 メガネは売れなるわけはないという強気の商売をした。2007年当時レンズを入れた平均単価が2万5千円とされる業界で、ホーナインズのメガネはレンズセットで6万円近い価格設定であったが、年間12万セットを販売した。それまでは経験者のみの中途採用だけであったが、2007年から大学新卒者の採用も開始した。2008年、 三亀は鳥1995年の立ち上げ時から営業部門の責任者をしていた飯村雄一に指名役の座を譲り、ホーナインズを離れた。2010年、アランミクリのアジアトップを務めていた台湾人の小おさむミンと一緒に、とニセムという別ブランドを立ち上げる。また、生産地を中国に移した新ブランドについても企画を始める。新ブランドではデザインも、 チャイナセントラルアカデミー・オブ・ファイン・アーツ芸術学校に任せる形をとり、三日目はデザイン面から目を引く予定としている。2012年秋、新ブランドアトラクトを立ち上げる。東京都世田谷区用画4-10-1、世田谷ビジネススクエアタワー15階。ありがとうございます。